ここが一番ね。下の様子がよくわかるでしょ。お前、なあ、見晴らしのいい場所なんて言わなきゃよかった。けど確かにここなら公園を一望できる。次は事前に言ってくれればこっちも準備が。アルクエイド。100本単位の黒剣による結界。そう、四季の言う代行者ってあいつなわけ。アルクエイド。オドだけで作られた疑似的なテンプル。波の使徒なら閉じ込めておくどころか、あれだけで潰されておしまいでしょうけど。あれでブローブを閉じ込めているのか。でも、いえ、まだブローブは封印中。ほら、そろそろもやが晴れるわ。あんなのさっきはなかったぞ。ふん、檻を作ってから1時間ってところかしら。急増の準備にしてはあがくじゃない、あいつ。アルクエイド、オリオ、あれもう始まってるよな。私、いや。はあ、いやってなんだよ。代行者がいてもいいって言ったじゃないか。嫌なものは嫌なの。代行者なんてヤブカみたいなものだけど、あれだけは別。あいつに手を貸すぐらいなら太陽を抱いて眠ってもいいぐらい。あいつってチエル先輩を知ってるのか。お前、その名前口にしないで。あとシキはここにいて。あれもうすぐ自滅するから、あの箱が壊れたらこの辺りを氷漬けよ。私のそばにいないとシキも死んじゃうからね。この辺りってどの辺りまで。この町全部じゃない。具体的に言うと半径10キロぐらい。でも絶対に手は貸さないから。私絶対って今さら何言ってんだよ。お前な、先輩がそんなに嫌いなのか。恨みでもあるのか。いや、あるんだな。あるんだろうよ。でもそれとこれは関係ないだろう。今殺すべきはブローブなんだから。だから
あいつなんてどうでもいいの。どうでもいいからどうでもいいの。ええ、殺すべきはブローブの方よ。今から行けば楽に殺せるわよ。でも行かない。どうでもいい奴がいるから。あいつがどうでもよくなるまで私は何もしませんからねーっと。こうなったのもあなたたちの自業自得じゃない。ブローブ一人を止められないようじゃ、こんなちっぽけな集まりいつ崩壊してもおかしくないんだし。弱い生き物は弱い生き物らしく、おとなしく全滅するのが自然の摂理よ。バカ野郎、そこまで分かっていて助けに行かないのか。行かないんだな。人間なんてどうでもいいんだな。やっぱり吸血鬼なんだな、この分からずや。はあ、四季の方こそここまで言ってあげたのに分からないの。私が手を貸すのは四季のた…もういい、勝手にしろ、このわがまま女。バーカバーカ。
その背中を俺の槍が打ち砕く。 の分際で。 剣筋は使徒を殺すために使徒が編み出したものではないか。 27層剣装ベゼ。俺も昔一度。
一度だけ教えを受けた時代を見るそうかお前が最後の門弟か。 今更戻れません。それよりどうなってるんですかこれ。どうって見てのとおり、土地ごとブローブを封印したんだけど全然効かなかったの。応援は来ないし太陽が沈んじゃうしね。こうなったら逃げてもいい状況だったのに、あの子ったら一人で何とかするとか言い出して出てきたブローブごと大聖堂をこの大きさまで圧縮して中に飛び込んじゃったのよ。それが1時間前の話。 けど、なんで先輩まで中に閉じ込めたんだから先輩が入る必要はないでしょ。あるわよ。あの結界がブローブの汚染を抑えるもので、ブローブ本体を抑えるものじゃないわ。誰かの中でブローブを仕留めないといけないの。じゃあブローブを倒さない限り先輩は出てこないんですか。ええ、そう。でも無理無理無理。 27層を正面から撃退するなんていくらあの子でも絶対無理。 呪いを一人で受け止めてるだけでも嘘みたいな奇跡なのに。 Thank you.
いや、違う。しっかりしてくれ、先輩。聞こえますか？苦しいだろうけど起きて、シエル先輩。話は後です。早く起きて。グローブが来ます。はい、ありがとうございます。なんで遠野くん？夢？夢じゃないですよね。バカなんですか、あなたは。なんで本当に来てるんですか。あんなに家に帰ってくださいってお願いしたじゃないですか。怒るのは後。ああ、もう引っ張りますよ。いいですね。うわ、重っ。先輩、すげえ重くないですか。遠野くんの非力なだけです。平均よりちょっとあるだけです。いいから早く逃げて。あなたは関係ありません。今ならまだ間に合うはずです。逃げれば助かるんですか。逃げても解決しない。戦うしかない。さっきみんなのために先輩がそうしたように。本当の意味で助かりたいのなら、怖くてここであいつを殺さないと。
とにかく任せて、一緒にやらせてくれ先輩。確かに遠野くんはブローブの腕を切り落としましたけど、 いえダメです。だって理由がない。あなたにはそれだけのことをする理由がありません。それじゃあご褒美をください。あいつをやっつける手助けをしたら。決まった。今度先輩の弁当を分けてください。それで手を打ちます。あ、もちろん手作りで。はあ？でも私料理なんて一個ぐらいしか作れません。じゃあそれで。とっておきっぽくていいですね。守ってください。吸血鬼の正面には立たないで、背後に回ることに専念する。はい。あと一つは、私のことは何があっても考えないように。もう言うまでもありませんが、鉄みたいに頑丈ですから。
お互い限界ですね。自分の体がどんな状態なのか把握していますか？はい。もう右腕ぐらいしか上がりません。そうですか。ではまだ信じていいんですね？もちろん。ここからが本番です。よし、行くよ先輩。任されました。まっすぐにできることだけをしてください。
様もか。どこまでも小賢しい蛇。死ね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 。俺はお前たちに倒されるなど。なんだ、結局先輩だけでよかったんじゃないか。しっかり生きていますか？遠野くん、遠野くん、呼吸はしていますね。心臓も動いている。なのに目を覚まさないなんて。あ、もしかして頭が。いや、その言い方はあんまりな気がします。よかった。 いえ、よくないです。なんかもうボロボロじゃないですか。無謀すぎます。なんだってあんなことをしたんですか。ですね、全くです。先輩の言う通り無謀でした。本当にめちゃくちゃ怖かった。もう今頃になってそんなことを言うなんて。困った人ですね。でも怖かったってどのくらい怖かったんですか？噂に聞いた遠野くんの妹さんぐらい？自覚してますから、いじめないでください。こんなのは二度とごめんです。あと子供扱いもやめてください。はい、強がるところが可愛いです。今は治療が先でした。肩の傷は、骨は折れていませんね。よかった。これなら私でも治療できそうです。他に痛いところはありませんか？はい？遠野くん？もしもし？おやすみなさい、遠野くん。後のことは私に任せて、どうかゆっくり休んでください。